はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、中盤でのレベル上げ場所、やっていきたいと思います。序盤は、レベル上げ、そんなに必要ないんだけども、中盤に差し掛かってくると、レベル上げが必要になってくるんですよ。レベル上げないとね、ボスが倒せない。ということで、2箇所、今日は紹介していきます。まず、1箇所目。ここだね。ギルザット地方の海賊のアジト跡。ここ、美味しいです。で、ここは、レベル30ぐらいから、35、6とか、7。そこぐらいまで、ここで上げていいと思います。いきまーす。そして、レベル上げをするときに、お得なものあります。元気玉、そしてメタルな香水だね。あと、頭につける装備とかもあって、そういうのもつけておくと、レベル上げがはかどりますので、装備しておいてください。ちなみに、元気玉とメタルな香水、これは福引きでゲットできますので、ぜひこれを使って、レベル上げをやっていってくださいね。いきまーす。まあ、メタルな香水使ったとしても、そんなに出てくるわけではありません。うん、めちゃくちゃ出るわけじゃないんだよね。はい。で、ここは30前後で戦えます。で、俺のおすすめは、ブーメランのシャインスコール。これめちゃくちゃダメージあるのでいいですね。と、あとは、クーラが覚える煉獄火炎だね。これ、煉獄火炎。これものすげーダメージあるので、ここではめちゃくちゃ使えます。まあ、とにかく、まあ、その2つを軸に戦っていけば、全然余裕で勝てると思います。大体敵が、3人パーティー、3体パーティーで出てきて、大体ね、元気玉を使った状態で4500とか、それぐらいの経験値を集めることができます。そして、おすすめのレベル上げ場所、二つ目。ここですね。ゴブル砂漠東のカルサドラ火山。ここですね。この中が美味しいです。ここは結構おすすめですね。で、敵が、ここは少し強いです。少し強いので、レベル35ぐらいからここで戦うようにしてください。それより前に来るとちょっと苦戦するかもしれないです。まあ、35ぐらいから、行けばいいと思います。行きまーす。敵ですけども、基本的に2体もしくは3体のパーティーで出てきます。で、階層を1回上がると、4体出てくることもあるので、後々になると、レベル40過ぎた頃になると、4体と戦った方が美味しくなると思います。はい。まあ、特に弱点とかは気にせず言ってるので、あれなんですけども、まあ、フリーズブレード。で、敵がね、結構凍ります。これで火ダメをね、抑えていけるので、フリーズブレード。そして、スタンショットだね。これを軸に戦っていくと、意外と、被弾しなくて戦いやすいかと思います。で、ここはね、煉獄火炎撃っても、そこまでダメージありません。うん。消費 MP 分のダメージはないので、俺はこれ行くかな。冥道風魔もしくは稲妻。稲妻の方がいいかな。そうすると、たまに麻痺してくれるので、お得なんですよね。はい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 。さっきの洞窟よりもこっちの方が敵の HP は断然多いです。 1.5 倍ぐらいかな。いや、そんなにないかもしれないけども、とにかく HP は高めなので、ちょっと注意していってください。スタンショット。はい、サラマンダーが、火吹きます。
それが、火の玉だったら30ぐらいだけども、火炎だったら80とか食らいますし、ベイビルもイオナズン使ってくるんだよね。なので、フーラが、安らぎの風、一応これを覚えてた方がいいですね。そして、最初のうちは追い風を必ずつけていった方がいいです。そうするとブレス一回弾くので、かなり戦いやすくなります。普通にゴリ押しでいくと負けることもありますので、まあ、ゴリ押しはあまりせずに、ちょっと守りながら行ってください。で、一回戦闘しますと、7244。こっちの方が断然美味しいです。なので、レベルが35過ぎぐらいになったら、ここに、移動してきて戦うようにしてください。ゴリゴリレベル上がりますよ。これが下の階層です。下の階層は4体一遍に出てきてくれて、これはこれで美味しいです。でも、下に行くのは、レベル40ぐらいになってからがいいかと思います。でもまあ、この妨害スキルを使っていけば、まあなんとかいけると思うので、チャレンジしてみてもいいのではないでしょうか。まあ45ぐらい過ぎればもう全然余裕でね、勝てるようになるんで、安心ですね。まあただ、イオナズンを3連発とか食らうと死にます。2連発でも危ないかな。あ、2連発はいけるわ。1発100ぐらいなんで、まあ、とにかくイオナズン、そして激しい炎、厳しい攻撃なので、注意してください。終わるか。いや、もう1発か。これで終わりですね。はい、4匹同時に倒すと9072。かなり美味しいですね。ここで一つポイントです。はぐれメタルが出てきたら絶対逃がしたくないですよね。なのでヒューザのテンションを 50% 以上、貯めておいてください。貯めておくとお得なんですよ。まあとりあえず攻撃しますね。必殺のこれ3枚おろし、これを使ってください。受けてみな。これはメタル系にも確実にダメージが入って倒せます。クリティカルなんだよねこれ。はい、ということで今日は美味しいレベル上げ場所2箇所紹介してみました。注意点はレベルがある程度ないと厳しいっていうところですね。はい、最初は海賊のところから始めて次に火山に行くようにしてください。で、火山も1層2層と強さがちょっと違いますので、1層でレベルを上げて物足りなくなったら2層に行くようにしてみてください。これは美味しいですよ。ゴリゴリ上がります。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。